こんにちは、アイです。今日はなんとインスタグラムを見てくださった企業の方から、よかったら気になりますかっていうこととで、ギフティングで、プレゼントしていただいたコスメがあるので、今日はそれをご紹介させていただきたいのと、あとそのギフティングしていただいた時にブランド様のホームページを拝見して、私がこれも気になるのでお願いしますっていうことでいただいた商品があるので、今日は合わせて全部ご紹介をさせていただければと思っております。すごく素敵なブランド様だったので、お引き受けすることもいつもねあまりしないで、そんなにご依頼いただくのかって感じなんですけど、そんなにご依頼はいただかないんですけど、いただいてもあまり引き受けない派なんですね。なぜかっていうと、本当にいいって思ったもの以外を紹介しているとこの人大丈夫かってなっちゃうから、自分がいいと思ったものしか紹介しないっていう風になりたくて、なんでこうあんまり引き受けないっていうのをずっとしてきたんですけど、今回はそのお話をいただいて、ホームページを拝見して、その商品力が素敵だったから引き受けてっていうご依頼になります。そのブランドがアプリンさんです。今日はちょっとそのこちらのね、これやりますかっていう風に言っていただいたんですよ、こちらを。でもその他にも私がお願いをして、いくつか商品拝見して、やらせてくださいって、ご紹介させてくださいって申し上げた商品があるので、それを全部動画にしていきたいと思っています。はい、ではまずこちらですね。こちら売り切れが続出していて、なかなか手に入らず、今再入荷ができるようになったこちら、アプリンのピンクティーツリーカバークッション。私はお色がですね、一番肌色がいつも明るい色を使っているので、17号を今回選びました。どんな風になっているのか、こんな感じで、こちらミラーでクッションになってます。で、使用感とかをお伝えしたくて、ちょっとだけ使ったからね、新品、今開けたてじゃなくて、ちゃんと試しました、自分で。で、何がそのこんな風になってます。シールがついてて、使用する前に剥がしてください。で、ご使用後は必ず蓋をしっかりと閉めてくださいなので、ちょっと剥がしきらずに、ずっと使う方はね、これ剥がしきっちゃってもいいと思うんですけど、私はちょっと長持ちさせたいので、このシールは剥がしきらないで使っていこうと思っています。で、クッションファンデになっていて、今これがお肌がですね、下地なしで、コンシーラーとハイライトと、あとシェーディングだけですね。ちょっと今日ここ赤くなっちゃってる。はい。ちょっとこの赤くなっちゃってるところに塗っていこうと思います。なんでかっていうと、このピンクティーツリーっていうアプリンが主に使っているこのピンクティーツリーっていう成分が肌を鎮静させてくれて、ニキビ肌を改善するって肌鎮静の成分が入っているんですよね。なので、そのティーツリーの成分がついてるから、ちょっとそこの部分、この赤いちょっと赤くなっちゃってるところに乗せてみたいと思います。こんな感じ。私のこうメイクで考えているのは、全面には塗らないようにしたくて、なんでかっていうと、塗れば塗るほど厚く見えちゃうから。この辺とかのちょっと赤みがね、残ってるところに。乗せました。こんな感じで素肌感がすごい。どうですか？手とかでちょっとポンポンってつけて、こういう鼻の塗るのもいいですよね。なので、あんまり
こんな感じです。でシール閉めて、手を閉めて、かわいいですね。ちょっとライトを切り替えてみたいと思います。今塗ったところがこことか、ここどうかな。こんな感じ。これが白の電球。オレンジ。こう、ツヤ感伝わりますか？赤み減りましたね。ここのところも隠れてるし、カバー力も。早すぎて、顔が反射して、なんか、なんて言えばいいんだろう。クリスタルマンみたい。クリスタルマン。ね、なんかこれすごくないですか？ツヤすぎる。ツヤ欲しい人、いいんじゃないですか？すごいね。うん。ツヤ感。こことこの辺に塗ってます。いろんな YouTuber さんが今上げてる動画も、アプリの商品あると思うんですけど、私のおすすめの使い方は、こう手で取って、ポンポンポンとか。こう全体に塗るっていうよりは、隠したいところに部分使いで使うのがおすすめです。ちょっともうちょっと手で塗ってみようかな。分かりづらいよね。これ素肌。ここにアプリンのクッションファンデを塗ります。上がなし。どうかな、わかる？こっちあり、なし。すごいね。こっちの方が血管が、こっちの方が血管が見えてない。塗った方が、こんな感じです。結構カバー力っていうのかな、塗って物足りない感はないから、これ薄付きでこの感じだから、部分使いで隠したいところに乗せていくっていうやり方、さっき私がしたみたいな、この辺とかこの辺にでもいいんじゃないかなって思います。こんな感じね。顔だとこんな感じ。うん、はいです。もっと厚くするとこう手で塗ったらこんな感じ。かなりしっかり隠せるから、部分使いで気になるところは重ね使いしても、こう重ねてね、隠したい赤みとかを隠せるタイプです。クッションファンデ、いろんな使い方ありますよね。こんな感じです。じゃあ次、じゃん、私がお願いしたまず1つ目、アプリンのアイシャドウ新作です。アプリンワンピックアイシャドウ02シャインラッシュアイシャドウです。アイシャドウパレット A ワンピックアイシャドウパレット、はい、こんな感じです。マットなタイプとラメ感があるタイプがあったんですけど、2種類アプリの展開は、私はラメ感がある方が自分が好き。今日のメイクもこちらがクリオでアイシャドウ最初は塗ってます。ここから重ねていきたいと思ってます。これもちょっとちゃんとレビューできるように試しました。だからちょっとだけ使ってあるけど、そうでもちゃんと、なんて言うんだろう、新しいもの。一回これを使った日も夜までちゃんと持ちました。でちょっとこの濃い色、この角の茶色をここに塗って、どう？右と左の違い
わかるかな。結構オレンジっぽく見えるね。オルチャンメイク、韓国風なメイクになる気がする。ちょっとこの下のね、こっちの方にもつけても可愛いかも。で、あとちょっと重ねすぎるとこれなので、この端っこのこれを真ん中にのせます。遠くで見てもすごい。ちょっとこっちの目は違う色にしてみようと思います。この真ん中の赤っぽい、もう春ですね。お花見行きますか、皆さんは。そんな感じじゃないのかね、の中は。こうピンクのメイクすると春だなって思います。あんまりカラー色物しないんですけど、ピンクの商品とか。違う、ピンク真ん中のこのね、可愛い色が。で、今度こっちの色に関しては真ん中の、さっきこれ使ったのでこっち使ってみます。こんな感じ。こっちの方が分かりやすいね。こっちの方が肌なじみ良きで。はい、こんな感じですね。一気に目元が派手になりました。まあ、こんな感じで、じゃあ他の色もちょっと手のひらに乗せていきたいと思います。全部乗せるので少々お待ちを。はい、乗りました。分かりづらいね。ですよね、的に。だから色を重ねないと、この辺のこの下の3段はここなんですよ。だからすっごいわかるけど、ここからここに関してはこれ全部ね、ランナーに見える。ほら、だからこう上の方とかね、こういう感じ、ナチュラルな感じにしたいときはすごくいいと思います。色がはっきり出るのはここの3つで、あとはそんなにはっきりは色は出ないから、私はすごくいいと思いますね。透明が出る感じにラメラメで仕上がるから、ちょっとチークみたいな感じでここに乗せてみたりとか、さっきこの真ん中使ったからこの端もこんな感じ、わかりますかね。薄付きだけどっていうこんな感じです。アイシャドウパレット、こんな感じです。はい、じゃあその次2個同時に紹介しますね。じゃん、これはですね、クリームとオイル、エッセンスを。こちらがアプリン、ピンクティーツリー、インテンシブクリーム。A ピンクティークリームって書いてある。これは鹿の成分、今流行ってますね。鹿の成分が入っているピンクティーツリーのクリームですね。美容クリーム。あとこちらが美容液。アプリン、オールキルエッセンス。なんで箱開いてるかっていうと、これもレビューする前に、確認、使用感をお伝えできればと思って、先に使った力を使いますね。開けるとこんな感じです。こういう、スクータイプになっていて、すごい、トロトロっていうよりは、サラサラに近いような感じで、私は首中心に塗って使って
使用感感じてたんですけど、ベタベタしないから夜とかもお洋服についちゃって気になるなっていうこともなく、使いやすいって思ってました。香りも特にこちらはビタミンですね、ビタミンが入ってるからこう柑橘系のいい香りがする、 T ゾーン安い、私は脂性肌なんですけどにちょっとだけ使ったりとかして、こう美容液だからこう乾燥肌の方とかは全身全体に塗るといいと思います。私は乾燥肌ので結構潤わせすぎるとニキビができてしまうので、なのでこうポイント使いで使ってますね。首中心とデコルテに使ってます。でこれも T3 の成分、ここに貼ります。美容成分とあと肌鎮静成分、ニキビの肌の方にはすごくいい美容液なので、ね、脂性肌の方とかニキビ肌の方とか T3 の成分が気になる方とか、ビタミンが入っているもの、美容液が気になる方はこの見てみてください。はい、楽天でポイントもついて買える、公式ホームページでも買えます。あとこちらです、これがシカの成分も入る美容クリーム、スパチュラが入っていてこんな感じです。なんでピンク色なのかっていうところは、これはあの色を入れているんじゃなくて天然の T3 の成分でピンク色なんですよ。すごいですよね。だからそうで、これのすごいところはこうちょっとブツブツ、ここ肌私ちょっとブツブツしてたりするんですけど、そこのところが塗るほどこうぬめぬめ滑らかになっていく。そう、あとこれもね、香りがすごく独特じゃなく優しい香りです。こうなんだろう、シワとかね、気になるところ、目尻とか、こうファンデをあんまりがっつり塗ってないと、こうやって上から塗れちゃうところもこうファンデあんま塗らないといいなって思ってます。上からね、塗っちゃって上がれ上がれって思いながら、あんまりこれもあのベタベタ私は塗りすぎないように、クリームとか美容液類はさらっと塗るようにしています。しっかり塗るとあの乾燥肌の方はいいと思うんですけど、やっぱり脂性肌とかニキビ肌の方はあの自分の肌質に合わせていいものでもあの使い方が合わないとブツブツ出ちゃったりすると思うので、合う程度に自分で調節しながら使うのをおすすめします。はい、これもデコルテとここから上に塗るように、で肌は気になる乾燥のところ、こことかよく乾燥するのでここに塗ったりとか、あとは目尻、あとシワですね。ここのへ、こことかくぼみやすいのでこういうところとかに塗ってます。でピリつきないので、なんでピリピリしないと思います。基本的に T3 の成分、鎮静効果ですね。がその、まあ、ピリつく成分じゃないのもあると思うんですけど、そうね、なんか伝わればいいんですけど、こんな感じ。うん、本当にこう張り付く感じです。こんな感じね、かわいい、パッケージもかわいいね。はい、で最後これが、アプリンピンク T3 マスクパックです。ちょっとさすがに今このメイクのままで貼りは貼れないから、これは開けて紹介だけして、また夜にこれは貼って乾燥を差し込みたいと思います。こんな感じ。
結構そんな厚めじゃなく薄めのパックにしっかりと美容液が入ってるね。美容液こんな感じ。こちらもね、鎮静効果があるからニキビを沈めたりとか、あとは毛穴に効いたりとか、シミや小じわに効くっていう成分がたくさん入っているようなので、こんな感じでサラッとしてますね。全然こうベタベタするっていう感じじゃないから、こんな感じ。これは夜使ってみようと思うけど、こんな感じのねパックです。はい、まあ、比較的全部サラッとしているようなこうクリームなので、ねっとりべっちょりっていう風で夜寝づらいとかはないと思うので使いやすいですね。あんまりこっくりしちゃってるとどうしても寝る前は困りますよね。寝る前にパックするし、うん、だから使いやすいパックだと思います。ちょっと駆け足にはなりましたが、こんな感じでこのシワも毎日ケアしててもちょっとずつ入っているので、ここもしっかりとパックしながら自分の肌質を感じ、ちゃんと確認して、塗りすぎたりとか、どんな風に塗ったらいいのかなとかは、その自分の肌質をしっかり理解することが大切と思います。ここがクッション、この辺美容クリームで、あとこことここにこれね乗せたけど、本当にあっさりしてるからヘルシーな感じだね。ここあとここの部分、上の部分は塗ったけど、やっぱりここの色はすごいはっきりわかるけど、こっちはそんなわかんないから、ここの下3つ以外は本当にナチュラルなメイクで使えるんで、なんか石原さとみさんのメイクとかね、目指されたい方とか、今いろんなね石原さとみさんメイク載ってますよね。私も見ちゃってますまたそれも似合わないがね、眉毛が細さが似合わないから、なんか難しいなーって思いつつ、やっぱり可愛いなーって、皆さんすごい石原さとみさんそっくりうん、その総員の時も使えそう、可愛い。もうこのパッケージが可愛いね、ほんとね。あ、こちらこの辺とかでね、キラーンって、本当になるべくナチュラルに見えた方が男性受けもすると思うんですよね、女性受けもすると思うんですよ。肌綺麗だねって言ってもらった方が得、ラッキーじゃないですか。だからなんかこうマットな感じよりツヤな感じで薄くのせていくのいいと思います。ちょっと私も口紅を結構濃いめ使ってたんですけど、今なんか口紅よりもアイメイクの方が濃くなってる。なんで口はちょっとあんまり重き置かないで、ちょっと薄めにして、赤っぽい色じゃないと似合わないんですけど、なんか何が自分に似合うのかを日々ね、こう試していくのいいですよね。その時によって顔も変わるし、むくみとかも違うし、うん。ね。なんか。コンディションによってとか、その時期によってとか、季節によって違うから、今はもうね春になって暖かくなってくから汗とかかかないけど、かくってなって。では、今回ですね、アプリンのお話いただいて、こちらのご紹介、アイシャドウとあとクリームと、またよかったら見てください。バイバーイ。